おっしゃおっしゃ、かかったかかった。でかいんじゃないかこれ。ちょっと水は案の定濁ってますが、ね、濁ってるのは想定内ということでね、ちょっとふざけたルアーというわけではないですけど、これだけ濁ってればね、なかなか普通のルアーじゃね気づいてもらえないかもしれないんで、ちょっと派手めなルアーを投入してみましょう。おおお、キラッとしたぞ今。お魚が追いかけてきてたわ。おお、お前かい。あっぶな、あんなもん釣ったら大変だわ。あー、もしかしたら鵜が入ってたらいないかもな。逃げるわな、あんなもんおったら。ちょっと時間を空けて待つしかないかこれ。でも前回鵜がいてもシーバスは釣れたんですよね。ちょっとルアー変えてみようかな。死ぬはいるかもしれないんでね、サイレントアサシンを投入してみましょう。うわ、当たった、当たったぞ今完璧に。ゴーンってきた、魚魚。どうしてフッキングしないよ。ゆっくり巻き。お、かかった。あ、バレた。おるわ。ドラグが甘すぎてフッキングできなかったけれども、おるぞこれ。うわ、かけきれずと。アルカリシャット。おー、ベイトおったわ。ちょっと沈めて、おっしゃおっしゃ、かかったかかった。でかいんじゃないかこれ。あれ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 、ギアがギアがギアが、ああ、外れた。ギアが戻らん。あ、戻った戻った。お、でかかってるかかってる。なんだこりゃ。チヌが食ったわアルカリシャット。マジか。これは初めてのパターンだな。濁りすぎて普段食わんルアーを間違えて食っちゃったということでしょう。うわぁ、まさかだね。アルカリシャット丸飲みしとるじゃんこれ。直接ぼっちゃんしようか。よいしょ、よしよしよし。いや、びっくりだわ。このクラッチが戻らんようになったこともびっくりだけど。少し場所移動してきましたが、いるとは思えんな。なんか
どうだろうか。あ、ウがおるな、また。死ぬも間違えて食ってきそうですけどね。普段食わないけど濁ってるんでね、バーンと一発間違えて食え。おお、ベイトに当たったんか。クタ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 、おい、なんじゃ今の、バレた、なんじゃ今、うわー、ルアーが破損する、何今の、めちゃめちゃ引っ張ってったじゃん。よっしゃ、シーバさん、おお、いきなり当たってきたね。おお、おお、よっしゃよっしゃ、やっぱりいましたか。これは外れない場所へかかってるよ。40ちょい、小さいですけど、よっしゃ、ひっくり返ってる、ひっくり返っちゃってる。もう一回見直った。やっぱいましたね。しつこく投げ続けたら食ってきました。じゃあ食った。でかいぞ、でかいぞ。ちょっとでかい今さっきより。おっしゃ、食ったね。シーバスの巣があるんじゃないかっていうような。あ、擦れてる。なんか擦れてるぞ。シーバスが地面に根がかりした。擦れてる。なんか引っかかったな、これ切れるぞ、これ。切れるんじゃないか、これ。うわ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 、ちょい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 、何かに擦れながら、うわマジか。ああ切れた。うわマジか。しょうがないな、そりゃ。あら、やっちまった。かわいそうなことしちまったな。